注目のリナレス第1ラウンドが始まりました。まず両者軽くグラブを合わせて第1ラウンドの立ち上がり、グリーンのトランクスがホルヘ・リナレス、そしてブルーのトランクスがジェフリー・オニャテ。まず踏み込んで左を見せましたオニャテ、軽いフットワークです。リナレス相手の動きをじっと見ています。今日がホルヘ・リナレス19戦目になります。ここまで18勝うち11のナックアウト勝ち、去年の11月には韓国ソウルで1ラウンド KO、 それ以来の試合になります。一方フィリピンのジェフリー・オニャテは去年の12月5日タイのバンコクで ABCO W、 おっと大きなパンチ、いきなり当たりましたリナレス。さあリナレスが早くも場内がどよめくようなパンチを見せました。セレス小林さん、はい、このリナレスへの今日の期待注目どういったところでしょう。そうですね、やはりねもう今年中にもね世界を狙おうということなんで、はい、やはりね、やっぱ鮮やかな、ね、ノックアウト期待したいですよね、はい、ただ先ほどのワンツーね素晴らしいワンツーしますよね、はい、今日はリナレスこの試合に向けて意識することはバランスと左と、おっとまたパンチを出しました。今のところね左のダブル、まあ、右をね、ストレート多めにしてますけどね、はい、また叩きつけるような右を見せますリナレス。あのリナレス選手のジャブもワンツーもなんですけど、伸びますよね。本当にそうですね、はい、17歳で来日しまして丸3年が経ちました。20歳のリナレス、またボディへの攻撃を見せますリナレスです。左のリードというよりも左ストレートですよね、もう左のジャブというよりも本当に伸びがあって威力のあるパンチですリナレス。ただこのオナツ選手もね、はい、まあ、キャリアがあるだけにやりたい選手なんですよ、あの非常にそのやりづらいという…あーっと右が当たった、右が当たった、カウンター気味右ストレート一戦、ものすごいパンチが当たりました。オニャテ膝を抱えたまま、これはどうか、立てるか、立てるか、立てるか、立てない、強いリナレス、強い1ラウンド1パンチラックアウト。いや目にも止まらないとはこのことですよね。なんという強さリナレス。いや驚きましたね、ものすごいパンチ。いやまさにそのなんと言うんでしょう、本当に相手の顎を打ち砕くというんでしょうか、もう電光石火の右でしたね、鮮やかな右が決まりまして、オニャテ全く立ち上がることができませんでした。2006年、今年は世界を目指すというホルヘ・リナレス、今年の初戦見事な1ラウンド KO 勝ちです。まあ何しろその世界の関係者も注目する WBA の総会記念興行でもソウルでリングに上がって1ラウンド KO 勝ち、そうですね、もう世界でもこのリナレスの存在は大いに認知されまして、迎えた今年の初戦これです。いやー顎の先端ですよね、本当にキレのあるシャープな右ストレート、もう一度、いやもうしっかりナックル返してますよね、見事な右ストレート、素晴らしい、鮮やかなノックアウト。